篠原よしこは、日本の実業家、学校法人理事長、パーソルテンプスタッフ創業者、パーソルホールディングス取締役会長、篠原学園専門学校理事長、神奈川県生まれ、8歳の時に父が病死して、母は助産師の仕事をしながら5人の子供を育てた。その姿を見て、将来は母のような働く女性になりたいと強く思うように、 なった1953年に高木学園女子高等学校を卒業。53年に三菱重工業株式会社に入社。57年同社を退社し、58年に東洋電業に再就職し、結婚するが1年で離婚。家事手伝いを経て66年に、スイスイギリスに4年間留学する。一時帰国後、71年に、 オーストラリアの市場調査会社 PASA 社に社長秘書として入社73年に同社を退社帰国後オーストラリア就業時に知った人材派遣業からヒントを得て人材派遣会社の添付スタッフ株式会社を資金100万円で設立し代表取締役に就任経営計画等もなかったが当時は第一次の外国資本参入により 外資系企業の銀行などで秘書やオペレーターを募集していた時代であり、タイミング的には良かった。東京、六本木にわずか八坪の住居券オフィスを借り、電話と事務机一つでスタート。寝泊まりしながら営業活動を始めた。チラシを作成して外資系企業に配り歩く日々。日銭を稼ぐため、夜はビジネスマン向けに英会話教室を開き、生計の足しにした。 1998年、派遣登録している全国の女性9万人分の個人情報がシステム関係を任せていた外注業者により、用紙ライク付きでインターネット上に流出、販売されるという人材派遣業界全体を巻き込む事件が起こり、社長として謝罪する姿はテレビのニュースで繰り返し流れた。2006年、同社は当初一部に上場を果たす。また、 2008年には、チューブジバンのピープルスタッフと、共同持ち株会社である、テンプホールディングスを、設立、経営統合するなど、手腕を発揮。2013年には、会社創立40周年を迎えたことや、インテリジェンスの買収も完了したことから、HD 会長に退いた。アメリカの、フォーチュン市に12年連続で、世界最強の女性経営者に選出され、 2009年には第37位にランクされた。2014年2月、保育士や介護士などの資格取得を目指す学生を対象に奨学金を給付することを目的に、資材を投じ、篠原よしこ記念財団を設立。後に、自己所有の添付 HD 株式を同財団に寄付した。ありがとうございます。